キッズゲームス。おはよう、クマリン。あれ、クマリンがいない。先に来てるはずなんだけど。あれ、何か聞こえたような。クマちゃん、ごめんよ。水の中からかな。って、クマリン、母さん、おはよう。どうして噴水の中にいたの？忍者の真似をしてみたくなって水の中に隠れてたんだ。そうだったんだ。そういえば、忍者といえば、最近町で悪いことをしている忍者がいるって噂があるんだ。すごく強くて誰も倒せないらしいよ。え、本物の忍者がいるの？会ってみたいな。でもその忍者を見た人が顔がゾンビだったって言ってるんだ。ゾンビ？まとめると、凶悪最強ゾンビ忍者ってこと？そういうことだね。よし、僕たちで何とかしよう。そう言うと思って、いつもの用意しといたよ。じゃじゃーん！ナルトサンサンとナルトクモリンがゾンビ忍者をやっつけに行くよ。僕たちがゾンビ忍者に勝てるよう、いいねで応援してね、ニンニン。ところで、ゾンビ忍者ってどこにいるの？山を越えた先のお城を住処にしてるらしいよ。よし、早速レッツゴー。待って、最強の忍者に今の僕たちじゃ勝てないよ。確かに、ここはやっぱり修行だよね。よし、忍者になれる修行、やるぞやるぞやるぞ。最初は水の上を走る練習だよ。水の上を行くよ。よし、僕は分身の術を練習だよ。むむむむむ、増えろ増えろ。頑張って、クマリン。バナナよ、増えろ。で、バナナの崩壊。全然忍術が使えないよ。やっぱりそう簡単に使えるようにならないよね。そうだ、忍者が使う道具、忍具を買いに行ってみようよ。忍具？いいねいいね。でもどこで売ってるの？それはここ、忍びの店でだよ。こんなお店があったんだ。早速使えそうな忍具を探そう。うん、忍者と言ったらやっぱり手裏剣だよね。それと刀と。僕も手裏剣通貨っと。手裏剣手裏剣。お、なんだろうこれ、巻物？何か見つけたの、クモリン？見て見て、巻物を見つけたんだ。何の巻物かお店の人に確認してみよう。何の巻物かわかったよ。なになに？この巻物を使うと数時間の間忍術を使うことができるんだって。ニャンニストン、そんな簡単に忍術が使えるようになるなんてラッキーだね。それじゃあ早速巻物を使ってみよっか。まずは僕から。おー、なんだか力が湧いてきた気がする。僕も僕も。おー、今なら何でもできそうな気がする。それじゃあゾンビ忍者をやっつけに行こう。うん、ここがゾンビ忍者がいるお城だね。大きなお城。それじゃあ忍者らしくお城に忍び込むよ。ニンニン、あれ、誰かいるよ。モンスターが見張ってる。ゾンビの忍者だし、手下はモンスターなんだね。見つからないように慎重に行こう。僕は塀の上を伏せて移動するよ。それじゃあ僕は早速忍術を使うよ。変化の術。クモリンがモンスターに変身した。これでバレずに移動できるよね。よし、誰も僕が侵入者だって気づいてないね。楽勝楽勝。ん？あれはバナナだ。なんでここにバナナがあるかはわからないけど、いただきます。あ、わー、見つかっちゃったよ。クモリン、今助けるよ。それ、助かった。無事
ゾンビを呼び出したみたいだね。まずは手下ゾンビをやっつけよう。了解。ニンニン、僕も忍術を使ってみるよ。すー、火遁の術。手下ゾンビが燃えてる。よし、僕も忍術使うよ。分身の術。クモリンが二人に。二人で敵を倒せば楽勝だよね。やるぞやるぞやるぞ。そりゃそりゃそりゃ。ベティ、もう一人の僕大丈夫？大丈夫。そりゃそりゃ。よし、全部倒せたね。うん、疲れた。それじゃあまたね。あとはゾンビ忍者だけだね。手下よりもかなり手強そう。ここは僕の最強忍術でやっつけるよ。最強の術？最強忍術、落雷の術。そりゃー、いい、避けた。さすが最強のゾンビ忍者、簡単には倒せないみたいだね。こうなったら連続攻撃だ。そりゃそりゃそりゃー、全然当たらにゃーい。どうすれば。あ、そうだ、クマリン、ここは僕の忍術と組み合わせよう。サンサンの忍術？覚えたけど、使い道がないと思ってた忍術があるんだ。だけど、クモリンの忍術と合わせれば、ゾンビ忍者に勝てるかも。本当に？それじゃあ、僕の忍術の後に雷を落として。了解。お池の術。池が出てきた。池を一瞬で作れるんだ。これでゾンビ忍者の足止めになるよ。それに水は電気がよく流れるから、池のどこに逃げても感電するはず。なるほど。よーし、落雷の術。やったー、ゾンビ忍者を倒してよ。これで街が平和になるね。ゾンビ忍者も倒したことだし、分身の術でもう一人の僕を出そうと。うん？どうして？バナナを持って分身の術を使えば、バナナが2本になるから、2本バナナが食べられるよね。そんなことに忍術を使うの？よーし、分身の術。分身クモリン、バナナちょうだい。嫌だよ。それよりそっちのバナナを僕にちょうだいよ。僕がバナナ食べたいから分身の術使ったんだよ。そっちがちょうだいよ。どっちもクモリンだからこうなるよね。そうだ、バナナ増やす忍術が欲しかった。今日も楽しかった。もう暗いし、そろそろ帰ろっか。そういえば知ってるか、外が暗くなると学校にお化けが出るらしいぞ。お化けなんているわけないよ。それはどうかな。変なこと言ってないで、早く帰るよ。あれ、こんなところにだるまが置いてある。さっきまではなかったよね。教室には僕たちしかいないのに、どうやって置いたんだろう。あ、黒板に何か書いてあるよ。だるまさんが転んだスタート。誰とだるまさんが転んだをやるんだろう。ビビ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 、だるまが動いた。本物のお化けだ。助けて、怖いよ。出口までもうすぐだよ。あれ、出口の様子がおかしいよ。うりゃたら外に出られるんだろう。お化けさん、バナナあげるからお外に出して。そんなんで出れるわけねえだろ。見て、何か落ちてるよ。本当だ、なんだろうこの本。どれどれ。ルールブック、呪いの石を燃やすこと、だるまは動かなければ襲ってこない、黒いお化けは塩で逃げていく、だるまを完成させて。だってここに書いてあることやれば脱出できるのかも。なるほど、ここから脱出するぞ。僕たちが脱出できるようにいいねで応援して。突然ゲームが始まったよ。
黒いお化けとだるまが学校内を動き回ってるから慎重に行かないとね。でもだるまは動かなければ襲ってこないし、黒いお化けは塩で追い払えるみたい。なんだか難しいな。赤は止まれ、黒は塩で追い払えって覚えておけばいいよ。あ、わかった。アリ、遠くに何かいるよ。どこどこ？あそこだって、あそこ。おい、大きな声を出すな。わあ、何の音？きっとお化けに見つかった時の音だよ。どこどこ？お化けどこにいるの？おい、お化けに向かって歩いていくな。まずは教室に隠れろ。そして塩を使うんだ。わかった。これでひとまずは襲われないね。足音が聞こえなくなるまでこの部屋で隠れてよ。それじゃあ早くこの部屋から出よう。そういえばどうやったら学校から出られるんだっけ。呪いの石を2つ燃やしてだるまを完成させるんだろ。ちゃんとルールブック読んでおけよな。じゃあまずは呪いの石を探すんだね。でもだるまを完成させるってどういうこと？それがわからないんだよね。まあ探索すればきっとわかるよ。呪いの石どこかな。あ、あったよ。これで残り一つだね。残りもサクッと見つけちゃおう。ここに焼却炉が置いてあるみたいだね。焼却炉？ゴミとかを燃やすところだよ。ここで呪いの石を燃やしちゃおう。オッケー。うわ、変な音を立てて燃えちゃったよ。もしかしたら石を燃やしたことで閉じ込められてる結界が壊れてるのかも。じゃあ早く2つ目の石も探しに行こう。なかなか2個目の石が見つからないよ。ここは体育館かな。はーい、でっかいだるまだ。おい、落ち着け。あのだるまは動いてないぞ。なんだ、よかった。こんな大きなだるまに襲われたらぺちゃんこになっちゃうよ。この教室に石あるかな。あーん、塩じゃなくてバナナ落ちてないかな。あ、あそこに黒い箱があるよ。な、だるまの目玉。なるほどな。だるまを完成させろって意味が分かったぞ。え、どういうこと？後で教えてやるから最後の石を探しに行くぞ。なじゃん、ここに石がある予感が。あ、最後の石見つけたよ。クオリン天才です。それじゃあさっきの焼却炉に燃やしに行こう。もうすぐ出られるぞ。おい、またむやみに走るな。早く目玉を入れて帰るぞ。よーし、ソリー、やった、これで出られるぞ。クモリン大勝利。クモリン、後ろ後ろ。うわー、だるまだ。逃げろ、走れ。クモリンウルトラダッシュ。はぁ、なんとか逃げられたね。無事外にも脱出できたみたいだよ。よかった。安心したらお腹空いちゃった。バナナ買いに行こうっと。寄り道しないでまっすぐ帰れ。そうだ。このまま家に帰るぞ。
公園で遊んでいくよ。何して遊ぼうかな。あれ、何か見えてきたよ。どどどどどどういうこと。巨大なサンサンだって。あれ、これただの大きなサンサンの置物だよ。本当だ。でもどうして僕の置物が公園にあるんだろう。なんだか気になるね。ちょっと調べてみよう。オッケー。あ、何かボタンがあるよ。とりあえず押してみようっと。何が起こるかわからないからまだ押したらダメだよ。こっちに何か書いてあるよ。ボタンを押すとサンサンのチャックからいろいろ出てくるよ。だって。いろいろって何が出てくるんだろう。早速押してみよう。何が出てくるか気になるお友達はいいねを押してね。それじゃあポチッとな。クッキーだ。よかったね、クモリン。僕も押してみようっと。それ、ヤギの角笛。一回吹いてみよう。よし。なんだか面白い音だね。次は私が押してみるね。それ、骨みたいだね。もっといいもの欲しかったよ。また僕が押してみるね。ポチ。木の棒か。外れだね。次は何が出るかな。それ、鉄の剣だ。サンサンいいな。でも今のところ使い道はなさそうだね。でもせっかくだしもらっておこうかな。僕はバナナを絶対に出そう。そんな都合よく出るかな。そりゃそい。魚にキノコに石。お目当てのバナナは出なかったみたいだね。もうなんでバナナが出ないの。こうなったらバナナが出るまでボタンを押しまくるぞ。それに、そんなに押したら壊れちゃうよ。あ、バナナだ。あれ、何か音がしない。言われてみればサンサンの置物から。サンサンのゾンビが出てきてる。とりあえず今は逃げよう。なんとか逃げれたね。よし、無事にバナナも手に入れられたし、今日はそろそろ帰ろう。ゾンビだらけの公園を何とかしないとダメだよ。でもどうやって。たくさんアイテムをゲットしたことだし、何とかできるものがあるか調べてみよう。見たところ役に立ちそうなものはなさそうだね。あれ、この本なんだろう。読んでみるね。サンサンボタンの説明書。取って。さっき私たちが押していたあのボタンがきっとサンサンボタンだね。サンサンボタンを押すとプレゼントがもらえる。ただし、たくさん押しすぎると壊れてしまい、大量のゾンビが出てきてしまう。やっぱりクモリンがボタンを押しまくったせいでゾンビだらけになったんだよ。こんなことになるなんて知らなかったんだもん。大量のゾンビが出てきた時はサンサンの置物の後ろにあるレバーを下ろせばなんとかなる。だって。なんだ、レバーを下ろすだけでなんとかなるなら楽勝だね。でも公園にはゾンビだらけだよ。そうだった。レバーを下ろすために作戦を立てないとね。はいはい、私にいい考えがあるよ。なになに。それはね、どうして僕だけ戦うの。一緒に戦いたいけど装備が一人分しかないんだよね。クモリンがゾンビを引きつけている間にレバーを下ろすから安心してね。それドーン。なかなか減らないな。思ったよりゾンビがいっぱい出てきてたんだね。このままだとレバーを下ろしに行けないね。こうなったらあの作戦をやるしかないね。うーん、倒しても倒してもゾンビがやってくるよ。クモリン。あ、プリラ。ゾンビがまだ公園にたくさんいるから笛を使うよ。あの作戦本当にやるの。レバーを下ろすにはやるしかないよ。おかげで安全にレバーを見つけられそうだね。あ、わかりやすいところにレバーが。それ、もう走れにゃい。あれ、ゾンビがいない。それに僕が持ってた剣もなくなってる。すごい、ゾンビを吸い込んでるよ。もしかして今まで出てきたものを全部吸い込むレバーだったのかな。でもこれで一件落着だね。全部吸い込んじゃえ。クモリン、お疲れ様。クモリンのおかげでなんとか解決できたよ。
よ。クモリン天才です。もうゾンビは出ることはなさそうだね。いっぱい走ったからお腹空いちゃった。さっき手に入れたバナナを食べようっと。で、バナナがなくなってる。レバーを下ろした時に出てきたもの全部吸い込んじゃったみたいなんだよね。なんでバナナまで吸い込んじゃうの。あ、そうだ、さっきのレバーを上げたら吸い込んだものを吐き出すかもしれないよ。そしたらバナナが戻ってくるかも。そしたらゾンビも戻ってきちゃうよ。そうだ、先にバナナ食べておけばよかった。ドクターイエロー発進。今日は車両点検の日。線路に異常がないか見てみよう。コンコンコン、大丈夫ですか線路さん。うん、返事がない。まあいっか、次行きます。え、なになに。緊急事態だよクモリン。緊急事態？こっちに大量のゾンビが向かってきてるんだ。うそ、これ見て。1、2、3、4、5、6、7、8、大水で目が回る。なんとかしないとこのドクターイエローも襲われちゃうよ。やだやだ、そんなの絶対やだ。何か防ぐ方法はないかな。ゾンビと友達になる。なれるか。そうだ、最強セキュリティの方を使おう。前に使ったやつだね。ドクターイエローの周りに最強セキュリティを作れば襲われないよ。よし、作ろう作ろう。一つ目はどれにしようかな。やっぱりクモノスでしょ。クモノスだけじゃ物足りないよ。そうかな。これはどう。フラフラ超簡単足元トラップ。使うものは2つだけ。クモノスとスイートベリー。スイートベリーってなんか美味しそうな名前だね。だって食べ物だもん。え、食べ物でトラップ作るの。そうだよ。スイートベリーにはねトゲがあるから上を歩くとダメージを受けるんだ。なにそれ怖い。だから足を遅くするクモノスと一緒に置けば敵は足止めされて動けない。簡単最強トラップだよ。でもこれ一つだけじゃ不安だよね。そしたらもっと作ろう。僕これがいい。ドアの影分身、迷って迷って迷わせろトラップ。どこだかわからなくなるドアだからどこだかドアだね。どこかで聞いたことあるような。ままあいいや、これを作っていこう。作り方はお部屋をたくさん作ってドアをつけるだけだって。作れば作るほど敵も迷子になりやすいって。作れるだけいっぱい作ろう。そうだね。ドアの場所を決めてドアをポンポンポン。全部同じ色にするのがポイント。正解のドアはここでいいかな。他は全部行き止まり。ねえねえ、せっかくだしただの行き止まりじゃなくて落とし穴にしようよ。それ間違えるたびに落ちちゃうじゃん。それくらいしないとゾンビだもん。確かに。それじゃあ穴をたくさん掘るよ。できた。3つ目のトラップはまるで忍者、隠れ階段を使ったマグマトラップ。作り方はマグマで周りを囲んだ後に隠し階段を置くんだ。まずは一マス分下に掘ったらマグマを投入。階段はどこに作ろうかな。ここの端っこ。オッケー。隠し階段の作り方はこう。好きなブロックを階段上に置いてこんな感じ。そこに粘着ピストンをつけていくよ。向きには気をつけてね。それができたら渡るための階段ブロックを置くよ。できたよ。今度はその階段を隠す。こんなボコボコどうやって隠すの。階段ブロックの向きを変えて上から重ねるんだよ。どういう向き。粘着ピストンの方からそっちに向けて置いてみて。あ、なんかボコボコが消えた。すごいでしょ。あとは粘着ピストンの後ろにレッドストーンとそこにレバーをつなげて完成。さんさん、レバーを下ろしていい？いいよいいよ。入れよ階段。出た。壁から階段だ。これはみんなわかんないでしょ。だよねだよね。ふう、いっぱい作ったね。でもまだ不安かも。ここから地下にもトラップを作ろう。TNT 作ろう。
TNT は使い方を気をつけないと。トントコトントントン、できた。どうできたの？僕が考えた最強トラップ。自分で考えたの？すごいね。クモリン天才です。じゃあさ、どんな感じか僕たちで一回見てみようか。賛成賛成。一つ目。おー、全然進まない。いけいけ。あー、僕もう無理。抜けれた。あー、クモリン。ひー、痛いよこのトゲ。二つ目。どこが正解だったっけ、忘れちゃった。ちょっと、まあなんとかなるさ。ここだ。あれ、こっち。ここだ。うわー、ザンさん見つけた。まだだよ。どこが正解なの。ここだ。あ、もしかして正解のドアだ。ナイスザンさん。3つ目。スイッチスイッチ。あれ、どこにつけたっけ。もうわかんない。僕ならこんなマグマも飛び越えられる。クモリン、スイッチ見つからないんだもん。ここだよ。あ、あった。ポチッとな。ここも無事に突破だね。最後、僕の最強トラップ。あー、え、なになに。近づくと爆発するトラップ。それドクターイエローの下に作っちゃダメでしょ。あ、確かに。ドクターイエロー壊れてないかな。ギリギリ大丈夫だった。計算通りですな。嘘つけ。まったく、もうやるなら黒曜石で囲まないと。そっか、僕直してくる。うぃー、どうかな。うん、これなら爆発しても大丈夫だね。落ちたり爆発したり散々だったけど、それだけセキュリティがしっかりしてるってことだよね。僕たちのセキュリティ強すぎ。僕、ちょっと確認してくるね。クモリンは中で待ってて。わかった、行ってらっしゃい。ただいま。どうだった。それが太陽の光でやられてた。え、そんな、せっかく頑張って作ったのに。そうだ、山口でよかった。クモリン、サンサンキッズゲームス、ヤッホー、チャンネル登録してね。いいねボタンもポチッと。